みなさんこんにちは、ようこそエビミホチャンネルへ。今日はですね、久しぶりのお料理です。お料理編お届けしたいと思います。私料理は苦手なので、今回もですね、簡単な、メニューご紹介したいと思います。もちろんレシピを見て作ります。大人のネバネバ丼を作っていきたいと思います。最後まで見てください。では早速クッキングといきたいところなんですけども、その前に皆さんにですね、紹介したいものがあるんですよ。優れものです。今私がしているのはこれエプロンなんですが、私肩が凝るからタートルとかも苦手なんですけど、このエプロン、なんと後ろがこのようにワイヤーになっているんです。すごくないですか。ほら、ワイヤーになっていて、だからウエストにこうパチンと回すだけで、後ろ姿見えますか。このような仕様になってるんですけども、肩も凝らずに楽にエプロンができちゃうんです。このエプロンですね、 Amazon で2000円台だったはずです。で、何種類かあったんですけども、これはめちゃめちゃ機能的でリーズナブルだし、肩も凝らないので、皆さんにおすすめしたいと思います。ということで、早速作っていきたいと思うんですけども、今日は大人のネバネバ丼ということで、ある食材を使っていきたいと思います。レシピを見ながら作っていこうと思うんですけども、ちょっと内容を少しだけアレンジしております。今日使う材料ですけども、本当はマグロなんですけど、マグロがちょっと高かったので、三輪道機種がマグロのたたきでいいんじゃないのということで、今回はマグロのたたき使っていきます。そしてネバネバの代表、オクラです。ひきわり納豆です。そして大葉、貝割れは私が好きなので、今回貝割れは、付け足します。それと大人のネバネバ丼ということで、チンジャオを使っていきたいと思います。ちょっとね、ピリ辛のネバネバ丼に、仕上がると思います。いつも使っている、前も紹介しましたけども、ジップトップでレンジでチンしてオクラ茹でます。板取りします。オクラのヘタとガクは切っていきます。したいと思います。これをね、入れ物に移しておきます。この間にお味噌汁作りたいと思います。お味噌汁も今日簡単です。ネバネバ丼にはやはりアサリかしじみがいいなと思って、アサリパックの買っちゃいました。楽します。かやの出汁がですね、切れてしまったので、今日は本出汁で、出汁は取りたいと思います。まあでもね、このアサリがいい出汁を出してくれると思います。ではお野菜をどんどん切っていきたいと思います。貝割れ、貝割れしちゃう。キッチンがぐちゃぐちゃになるのが嫌なんですよね。いつも片付けながら料理するタイプですね。で、まあ後片付けは最後三輪読書がやってくれるので、いつも助かっております。ありがとうございます。大葉も洗っておきましょう。大葉は1人1枚となってますけども、私は大葉が好きなので、私は3枚使います。三輪時は何枚大葉食べますか。3枚、じゃあ6枚大葉、1、2、3、
ちらの味噌は三輪独自のお母様からいただいたお味噌です。確か合わせ味噌だったはずです。チャンジャにごま油を小さじ1杯入れます。それで混ぜ混ぜしておきましょうね。あ、ちょうどごま油入ってた、ついてた。これ小さじ1杯ぐらいじゃないですか。使おう、これ使おうもったいないのね、使いましょう。大盛りにします。これで、あとはもうちょっとご飯できるまで待たないといけないから、ちょっとテーブル拭いたりセッティングしたいと思います。それにしても本当にこのエプロンおすすめ、楽なの で素材はね、あの綿100とかじゃないですね。コットン35、ポリエステル 65% です。だからあの汚れたらさっと拭けばいいだけだと思います。あ、ちなみにここサイドにポケットついてます。かわいいよね今日の箸置きはどうしようかな。今日は丼なので、このね綺麗な、桜の箸置きにしたいと思います。結婚した時に、プレゼントでいただいた箸と箸置きになります。しょ、ご飯の上に、乗せる具材をちょっとまとめたいと思います。わかりやすいよ。納豆は1人1パック使っていきたいと思います。で、ひき割り納豆です。今日三輪独自お腹が空いていて、たっぷり食べたいっていうことなので、たたきも多めに使っていきたいと思います。で、この後ですね、ご飯の上にのせる具材なんですけども、マグロのたたき、チャンジャ、ごま油を混ぜました。それとひき割り納豆、オクラ、大葉に貝割れです。あと、わさびとお醤油をかけていただきたいと思います。この綺麗なブルーのですね器に、盛り付けていきたいと思います。ご飯できましたネギが残ってたので、お味噌汁用にネギ切ってきます。ご飯、大盛り貝割れから乗せてみて、皆さん、私今思い出しました。大切なもの、卵、卵黄をちゃんと乗せてください。なんか足りないと思ったら、そう、卵黄を使ってください。レシピに書いてあったのに忘れてました。黄身です。黄身を真ん中に乗せたいと思います。よいしょ、あ、いい感じできたよ。出来上がりました。大人のネバネバ丼の完成です。お味噌汁はアサリのお味噌汁です。あとトマトサラダと、今日はカットフルーツを用意しました。ではいただきたいと思います。初めて作った大人ネバネバ丼です。まあ、これは本当に簡単に作れるので、皆さん作ってみてください。旦那さん、彼氏喜ぶと思います。いただきます。レシピより多めに具材入れてみました。いただきます。うん、あ、久しぶりにひき割りの納豆食べたけど、美味しいね、ひき割りも。まあ、ネバネバは体にいいって言いますので、
毎日食べた方が本当はいいんだろうけどね、なかなか難しいですよね。美味しい。たまに作って食べるのもいいですね。チャンジャがいいアクセントになります。アサリのお味噌汁も美味しい。そんなわけでまた気が向いたら YouTube でお料理やりたいと思いますので見てくださいね。ではでは、この後ゆっくり食べます。